M274 トラックはアメリカ軍が使用していたブッシュ運搬用の小型車両である。ミュールもしくはメカニカルミュールという愛称が付けられていた。第二次世界大戦の戦訓からそれまで用いられていた比較的小型の輸送車両1、4トントラック及び3、4トントラックであっても空底投下するものとしてはまだ大きく重く、また東南アジアや 南太平洋諸島の密林地帯の戦闘では、小回りが利かず、使い勝手が悪かったとして、より軽量小型の車両が求められたために開発されたもので、1948年より、ジャングルバードンキャリアの名称で計画され、ウィリス社が開発を担当した。1953年には試作車が完成したが、軍当局の中には、 あまりに小さく能力が不足しているとの評価もあり、様々な環境でのテストを経て、M274 として、正式採用されたのは1957年のことで、ある。同年よりボーエン、望遠マクラフリン社と、ブランズウィック社により生産が開始され、後期には、生産会社は、ベイフィールドインダストリー社に変更されて1970年代末までに、 総数1万1240台が生産されて、納入された。朝鮮戦争には間に合わなかったものの、ベトナム戦争で大量に用いられ、機関銃、無反動砲をはじめとした重火器と物資の輸送に幅広く用いられた。テト構成の激戦と知られた笛紫外戦、無反動砲装備の本社が火力支援任務で大いに活躍し、映像資料にも記録された。 ベトナム戦争後には大量に民間に払い下げられ、現在でも多数の稼働車両が存在している。1980年代に入ると m 9 9 8四輪駆動系汎用車に更新されて退役したものの M998 は空挺用途その他には大型に過ぎると評価されたため、1997年より ディアカンパニーの開発したジョンディアゲーター小型、オーリン輸送車が採用され、M ゲーター及び R ゲーターの名称で、M274 の後継車両として使用中である。非常に小型で簡易な構造をしているのが特徴で、大型台車にエンジンを搭載して、自走式にしたようなスタイルである。プラットフォーム部とホイールは、マグネシウム合金製であった。二軸四輪の四輪、駆動。 四輪ソーダで水平対向式のエンジンを車体後部に装備し、トランスミッションは全身三足後進一足、これにハイ、ロー二足のトランスファーを組み合わせたもので、センターデファレンシャルを持たない、直結式のフルタイム 4WD となっている。ソーダ機構は逆位相式であった。車軸には干渉装置が装備されておらず、走行時の衝撃吸収は、 タイヤの空気圧とシートのクッションに頼っている。車体上面はフルフラットで操縦使用シート以外の部分はすべて貨物積載スペースとなっており、最大で1000ポンドを積載できる。M274 に搭載された M40106mm 無反動砲、派生型としては操縦席右側に、 ブローニング M20 機関銃を搭載した武装型 M40106mm 無反動砲を搭載した自走砲型がベトナム戦争時に現地改造品として作られたことがあるほか1970年代以降には BGM-71 搭載戦車ミサイルの発射装置と予備弾を搭載した対戦車車両タイプが作られている陸上自衛隊でも類似の車両を開発しており 61式特殊運搬車として採用されたが、5台で生産打ち切りとなった。また、1960年代後半に、オランダのダフが、ポニーという小型多目的運搬車を、本社の後継を狙って、自主開発したが、アメリカ軍への採用はなされなかった。ダフ・ポニーは1968年に、民間向けとして、 キャビンを備えるなどの仕様変更を行ったものが700両ほど生産されたが、売り上げはかんばしくなく、翌年には製造中止となっている。前述のように、本社は1980年代以降大量に民間に放出され、主に山岳地帯でのアウトドア用軽車両として人気を博した。アメリカには各地にオーナーズクラブが結成されており、中古市場での人気も高い。 本社を専門に扱うレストアショップやユーズドカーショップも存在する。民間で使用されている車両にはシートとカゴ状の足置きを全部右側に増設して二人乗り型としたものが多い。香港の模型メーカードラゴンモデルズから M274 ミュール106ミ、mm、リメートル無反動砲として M40106 ミ、mm、リメートル無反動砲を搭載したタイプのものが1。 35のプラモデルとして発売されている。ありがとうございます。